えー、僕の小屋暮らしの師匠の松野さんが、えー、太陽熱温水器を購入しました、まあ、僕のね家に来るたびにこの日本エコールの太陽熱温水器を見て「いやーこれいいね」ってもう毎回言ってたんですよ、まあ、寒い時とか曇りの時でもね結構お湯ができるのを見て「いやーこれ欲しいな」ってずっと言っててで、まあ、ついに買ってしまいましたね今回松野さんが購入したのは自然循環式 太陽熱温水器サイフォンっていう、まあ、僕が持っているタイプとお同じものなんですけども、まあ、これの300リットルタイプを購入しましたちなみに僕の家にあるやつは200リットルタイプですで今回あの太陽熱温水器を設置するにあたってあの低い場所に設置したいという話だったんですよ、まあ、低い方がメンテナンス性もいいし施工も楽だということで、まあ、こちらのタイプは高いところに設置して重力でまあお湯を落とすタイプなんで低いところに設置する場合は こちらの給湯加圧ポンプっていうやつも一緒に買わなきゃいけないんですよ。で、こちらがね、えー、まあ3万6000円って書いてるね。結構ね、いいお値段なんですけども、実際ね、高いところで施工したことある身としては、あの危険な思いしてあの設置するよりも、このポンプを買った方が楽だなって思ったんですよ。で、これ今からタンクを乗せるっていうところなんですけども、もう見るからに危なっかしいですよね。まあ、この時はね、 怪我もなく無事に作業できたんですけども、これ一歩間違ってたら、怪我してたっていうか死んでましたよね。だからね、こういうね、高所での作業ってマジで危ないんですよ。で、まあ、この温水器を設置した後も、定期的にメンテナンスみたいなのがあって、まあ、ずっと使ってると、真空管にこう汚れがついてきたりするから、まあ、それをね、まあ、1年に1回ぐらいのペースかな、雑巾とかで拭いてるんですよ。まあ、その時もね、結構高所作業でめんどくせえなと思ったりするんですよね。 これが低い場所に設置するとこういうのがだいぶ楽になるからそれを見越して松野さんは低いい場所に設置しててポンプでお湯を送りたいと言ってましたねそれでは組み立てていきますますず最初に課題から組んでいくんですけども課題を組む時の注意事項として一番最初は手でネジを締めてゆるゆるの状態で組むということですね。 もし仮に工具でがっちりとネジを締めたら最後に全部のパーツを組み合わせる時にネジ穴が合わなくなってしまうんですねだから最初は手締めのゆるゆる状態で組んでちょっと遊びを持たせておくといいですねで最後に全てのパーツを組み合わせた時にがっちりと工具で締め付けるのがいいですで説明書通りに大体組んだんですけども動画の手前に2本鉄の棒があるじゃないですか ここれがどこにくパーツかっていうのが分かんなかったんでてか説明書を見ても書いてなかったんでえ日本エコールさんに問い合わせたらこれはね課題の下に敷く台で別に使っても使わなくてもどっちでもいいっていう話でしたね、まあ、今回はこの台を使うことにしました温水器を乗せるための基礎を作っていきますえ今回はコンクリートマスを使って基礎を作っていくんですけども、まあ、とりあえず課題の足の間隔を測って で大雑把にその間隔でマスを並べていきます作業の邪魔なので課題を一旦前の方にずらします、えー、そうしたら課題の足の間隔で、まあ、とりあえずざっくりとマスを配置していきます、えー、そうしましたらやり方を作っていきます、えー、まずは杭を打ち込みます 全部で4つ杭を打ったんですけども今その4つの杭に水平の印をつけてます、まあ、水盛り管を使ってつけてますねそうしましたら印に合わせて抜き板を杭に取り付けますで抜き板を設置して思ったんですけどもちょっともう一本真ん中に杭を打った方がね抜き板がたわまずに安定するなと思ったんで今もう一本杭を追加してますね そしたら抜きき板に糸を張っていきます。この糸を基準に、えー、基礎を設置していこうと思いますで早速ね基礎を設置するんですけども、まあ、その前に、まあ、基礎となるこのコンクリートマスの大きさに合わせて今箱を作ってるんですよでこの箱を使って、まあ、高さを微調整していこうかなと思います、えー、基礎の準備が全てできましたのでコンクリートを打っていきますまずはね 一番最初の基準の高さとなる基礎を打っていきますねで独立基礎は全部で6つ作るんですけども今一番基準となる基礎を打ってますね、まあ、6つの中で一番高さがある基礎を基準にしてでその他の基礎をその高さに合わせて打設していきますね4分のぐらいまでマスにコンクリートを詰めたら水平を調整していきますこんなな感じで水平器を当てながら コンクリートを下の方に詰め込んで水平を取ってますねこれで基準の基礎ができたので、まあ、あとは他の基礎もこの基礎と同じ高さで打折していけばいいですで今バカ棒を作ってでこのバカ棒に合わせて他の基礎も打折していこうと思いますまずコンクリートマスに合わせて作った箱にコンクリートを詰めていきます ある程度コンクリートを詰めましてら、マスら、水糸の高さに合わせてマスを微調整します。さっき使ったバカ棒が役に立ってますね。ちょっとね水糸よりも低かったんで今箱からマスを出してますね。こんな感じで箱をマスから出したり引っ込めたりして微調整してます。すべてのマスが水糸の高さに合いました。 で次はコンクリートをマスに詰めて充填していくんですけれどもこの時に棒でつつきながらコンクリートを充填してあげると気泡が抜けていい感じに充填されますねで後でアンカーボルトを埋め込みたいと思ったんで、まあ、この時は全部は充填しませんでした、まあ、腹8分目ぐらいで充填しといてで後でアンカーボルト持ってきて残りの2分をアンカーボルトとともに充填しようと思います え次の日になりましたでこれからアンカーボルトを設置するんですけども、まあ、アンカーボルトの位置が課題を置かないと分かんないんで、まあ、とりあえず基礎の上に今課題を持ってってますねで課題を置いて気づいたんですけどもちょっと基礎の位置がずれてたんですよねまあ,あの測り方を間違っておそらくずれたと思うんで、まあ、松野さんが「掛け矢で引っ張たえて直せよ」って言ったんで、まあ、今やってるんですけどもちょっと僕の 叩き方が甘かったようでちょっと俺が変わるって言って今やってますねまあこうやって見るとやっぱりねこの掛け屋の振り方一つ見てもね腰の入り方が違いますよねでまあこんな感じで、えー、うまく微調整して事なきを得ました、えー、そうしましたらアンカーボルトを埋めていきますでちなみにアンカーボルトはステンレス製のものを選びました 雨水が溜まらないように、真ん中の部分を少し盛り上げ気味でやってます。えー、そうしましたら、いよいよタンクを乗せていきます。で僕がね、自分家のやった時は、一人でやったんですよ。しかも高所作業でやったからめっちゃ大変だったんですけども、まあ、今回は二人いるし、しかも低い場所での作業だから楽勝だろうと思ったんですけども、タンク持ち上げた瞬間に、あこれダメだわって思って、ちょっと一旦、 やめてですで今回は作戦を練ってきまして持ち上げてタンクを乗せるのではなくてこんな感じでスライドさせてやることにしましたでさらに足を乗せる台も用意してでこんな感じで難なく乗せることができましたえそうしたらタンクと課題を固定していきます でタンクからボルトナットが出てるんで、まあ、そこからナットを外していきます、えー、そしたらタンクを持ち上げてボルトの部分を課題の穴に入れます、えー、そうしましたらタンクの下からナットを取り付けていきます、えー、そうしましたら課題を本締めしていきます 今まで仮組みでやってたんでだいぶグラグラしてたんですけども本締めしたらもうがっちり硬くなりましたね、まあ、僕的にはもうちょっと早いタイミングで本締めしようと思ってたんですけども、まあ、日本エコルさんに聞いたらタンクを載せた後に本締めしてほしいという話でしたで次は配管をやっていきますで一応分かりやすいように図を書いてみました でこの真ん中にあるやつが太陽熱温水器なんですけどもちょっと温水器横に長すぎて書ききれなかったんで、まあ、こんな風に波線を入れてちょっと長さを省略して書いてますで温水器のタンクからは4つネジが出ててで全部 R の4分の3ネジですねだからこのネジに合わせて、まあ、給湯側はこんな感じで配管を作ってで給水側、まあ、タンクに水が入る側はこんな感じでネジを作りました で今回使った配管材はかきポリエチレンパイプの16を使いましたね、まあ、いろんな配管材あるけども、まあ、一番いいのがかきポリパイプじゃないかなと思いますねあの赤い塩ビ管とかあと銅管とかあるけども、まあ、高かったり施工性が悪かったりしてやりにくいと思うんで素人がやるならかき、まあ、ポリかなと思いましたえそれでは配管を作っていきます で今作ってるのが給湯側のバルブの部分を作ってますねでこれ締め込む時に本当はモンキーレンチで締め込むのがいいんですけどもちょっと手元になかったんでパイプレンチでやっちゃってますねてかモンキーレンチあったんですけどもちょっと口が小さすぎて合わなかったんですよこういうねちょっと大きめの水道関係のやつってモンキーレンチじゃ合わないんでモーターレンチってやつを使うといいんですけどね、まあ、それだと結構幅広のやつでも挟めるんで まあでも手元になかったんでね仕方なくパイプレンチを使ってますでパ,パイプレンチを使うと,ちょっと金属部分が傷ついたりするんであまりおすすめはしないですね、えー、先ほど作った部品を取り付けていきますでまずは温水器の口にシールテープを巻いていきます、えー、そうしたら先ほどの部品をねじ込んでいきますでこの時ねタンクの口元をちゃんと押さえてからねじ込んだ方が良かったですね タンクの根元を見るとモンキーかけるようなその口があるんですよ。だからそこにちゃんとモンキーなりなんなりかけてから回した方が良かったですねで。今ちょっと慌ててプライヤー持ってったんですけどももうま最後まで回したから遅かったですね。でこれ付属してきた注意書きなんですけどもこれタンクから出ている配管ですね。でこの配管をやるときに前後左右に絶対動かすなっていうこのバツ印が書いてるじゃないですか。 でここにねちょうどこうレンチをはめるような突起があるんですよだからここにちゃんとこのまあレンチなりスパナなりをはめてでそしてからここのネジ穴にねじ込みなさいっていう話ですよねだからここはもう絶対にこう動かさないでやりなさいっていうことですねえタンクの上部には蒸気抜きの穴があるんですけども、まあ、そこから雨水が入らないように傘をかぶせます こんな感じでねじ込み式の傘がついてくるのでこれをかぶせていきます、えー、タンクの使用しない口はメくらキャップで塞いでおきますでさっきも言ったように、えー、締め込む時はタンクの口をしっかり押さえて、えー、キャップを締め込んでください、えー、温水器の配管は穴を掘ってで地中に埋めて母屋まで持っていこうと思うんですけどもで今 穴を掘る場所に瓦礫がれきがいろいろあるんでそれを撤去してますね、えー、瓦礫を撤去した後落ち葉なんかも落ちてたんで、まあ、それもきれいに撤去してでようやく穴掘りですねで穴を掘るときはこんな感じで後ろ向きに進んで掘っていくと効率よく掘れますねで掘った穴はすぐそばに置いておくと埋め戻すときに楽なんで、まあ、そこら辺を意識してやると作業がスムーズにいくと思います、えー、こんな感じに掘りました そしたら配管を埋めていこうと思います。で今回使う配管は可強ポリエチレンパイプの16ですねで。配管する前にこんな感じで先端をビニールで保護してあげます。まあ、先端汚れたりするとねめんどくさいんで、まあ、両方の先端をビニールかぶせて保護してますね。えー、掘った穴に配管を置いていきますで。この時こんな感じで配管をコロコロと転がしながら置いていくと。 ねじれずにうままく置いていてきますでこういうねパイプってねじれるとそのねじれを戻すのが結構厄介だったりするんで、まあ、配置する時はこういうコロコロ方式でやるのがいいと思います、えー、ちょうどいい長さになったらカットしますでまあこの時ぴったりの長さでカットするんじゃなくて少し余裕を持ってカットしますねあとでタンクと接続する時にまた微調整が必要になると思うんで、まあ、とりあえず少し長めでカットします えー、先ほどは給湯用の管だったんですけども今度は給水用の管を配置していきますね、まあ、同じようにコロコロ方式で転がしながらやってます、えー、タンクに配管を接続していきます架橋ポリエチレンパイプはただ差し込むだけでいいので接続は楽ちんですんでんんんちょっと角度がもうちょっと上に上げてあそのままあちょっとそこそこちょっと根元根元掴んであ違う違うそこじゃなくて こうさっきも言ったようにタンクの口は固定してなるべく動かさないようにした方がいいですねで今回架橋ポリエチレンパイプを刺す時も、えー、片手でしっかりタンクの口を押さえてでパイプの方だけを押し込むとタンクの口は意地でも動かさないという感じでやってますね えー、温水器への給水なんですけども、えー、井戸ポンプから給水します。で井戸ポンプは VP25 で配管されているので、まあ、ここにチーズを差し込んで、こちらの電磁弁に持っていきたいんですね。だから VP25、VP13 のチーズをつけて、VP13 で接続すると。で一応、電磁弁の手前にバルブをつけてるんで、なんか電磁弁をメンテナンスで外したいときなんかは、このバルブを閉じたりして、 外せばいいといとうことですねこの電磁弁にはセンサーがついてて温水器のタンクまでいってるとでタンクの水が少なくなったりしたら自動でこのセンサーが感知して電磁弁を開くとで電磁弁が開かれたらこの井戸ポンプから向こうの方に温水器のタンクに入水されるという形ですね。 次は給湯配管ですもともとついていた給湯器がガス給湯器なんですよ。まあ、だからこのガス給湯器に水が入ってここでお湯になってで各場所にお湯が送られるということですね。でこれが給湯配管なんですけどもまあこれねこのネズミ色のところがフレキ管で黄色のところが銅管なんですよ。だから今回どうやって温水器とつなげるかっていうと。 このフレキ管をままず外しますでこの加圧ポンプにさっき外したフレキ管を接続してでこんな感じで持っていけば、えー、給湯配管と接続されるわけですね。であとはこの太陽熱温水器から送られてきたお湯がこんな感じで各場所に、えー、行くということですね。 分かる力が強すぎる。